はい、ダンさん、本日もよろしくお願いします。お久しぶりでございます。お久しぶりです。春以来やね、今回ね、第2回。そうですね、うん、今年本で夏と、はいはい、いうことで、はい、ここの場所は、ここは新スポットで、はい、松重東部公園っていうんかね、うん、の裏が旧吉野川になったんですけどね、はい、うん、そこで今日は血の釣りをやってみたいと思います。今日は血ですか。はい、シーバスでなしに、シーバス釣れてないんでね、最近暑すぎてね。そうなんですね、はい、うん、ここはほら結構皆さん知られてるポイントなんですか、ね、いや、どうでしょう、あんまり釣りしよう人見たことないんですけどね。あ、うん、まあ魚は結構いるんで、うん、うん、まあ、チャンスはあると思います。わかりました。はい、ということで今回はダンさんお一人ですか、うん、はい、いや、今日は2人のゲストに来てもらってて、まあ1人はゲストかどうかは分からんのですけど2人はい、まあ1人紹介しましょうか。お願いします。はい、高校3年生になりました。はい、うちの息子です久しぶりです3年ぶりです。翔太くんで、はい、このゲストが息子ってもいいですねねえ、だいぶ釣り上手になってきたんでね。あ、そうなんですね、はい、うん、まあ、見るからにやっぱ装備もやっぱ結構やってんなっていう感じですね。タッチフィンドとソーニーサステインの女性 XG でいきます。タックル紹介ですね翔太くん、最近釣りの方はどうですか。釣れてないね。あ、そうなんですか。はい、今最近シーバス狙いで行ってるんですけど、はい、まあ、釣れてなさすぎてブラックバスとあとライオっていう魚で行ってます。はい、はい、今回は自分狙いということなんですけど、はい、どうでしょうか、自信の方は。最近ルアーでも血の釣り行ってるんですけど、なかなかかけれなくて、今回餌でやるんですけど、はい、餌だったらかけれるかなと思うんですけど、頑張ってみます。あ、分かりました、はい、やっぱダンさんとやっぱりこうね、やっぱり親子ということで、やっぱり翔太くんは本当にカメラ慣れしてるといやいやいや、これだけでもね、確かにあのカメラ向けて喋られる子いないですよね結構みんな嫌がるもんね逃げ回るのにね、まあ、でもこれは今回ちょっと期待したいと思います。はい、とにかくよろしくお願いします。お願いします、はい、そしてダンさん、はい、あの方が来られてるんですよね。あの方が来てます。はい、塩田宗弘さんです本当に来てるんですか出たちょっと無理です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは改めてご紹介しましょう。上板町大三寺で開かれる力持ち大会で打倒団幼児を合言葉に戦う魂の運び屋塩田宗弘さん。毎年気合十分で大会を盛り上げてくれる名物男です。どうですか今の気持ちは。できる自分は準備やったんで、あとはもう数字を出すしかないし、ダンさん去年51、晴れの時で67ぐらいいってるんで、はい、で、まあ、僕が耐えれる秒数は1分から、まあ、いけて1分耐えれて50秒なんで、それをまあ超えれるように準備はしてきたし、今さ歩数も測ってきたし、うん、それが耐えれるかどうか、もうそれを、まあ、まず自分が出さないから、ダンさん最後見るし、まあ、それでプレッシャーになるかどうかやるだけですね。はい、ちなみに今日の今の体調の方とか、いや、いい、いい、コンディション抜群、いい、絶対いい、今までにないぐらい、いい。ちょっと右、はい、いけるー、それそれそれ、まだ、それそれそれ、いけるー、
下りか、もう一回行け、もう一回つらいな。来年はちょっとまあ挑戦しますっていうのはちょっとさっと言えないですね。分かんないからね。釣りの方はどうなんですか。僕ね25年ぶりぐらいです。25年ぶりはいはいはい、久々のなんか僕コーナーでこう持つんですね、これこうやって、うん、こうやってうわなんか懐かしいなみたいな、うん、絡まれへんかなみたいな、まあ、そんなんです。針の結び方忘れました。ただなんかね、うん、DNA が覚えてますね、ちょっとね。 DNA が DNA がいやでもダンさんは言うても、はいはい、やっぱり釣りかなりされてるんで、知ってます。なんかさっき釣りませんでした言うてませんでした。え番組で知っとる。え番組どうやろ。力持ち王者と釣り見に行こう。何それ買ったらこうなるんですか。かいや今日もし塩田さんが勝たれたら塩田宗弘の釣り見に行こう。この大人2人の絡みは大人げないね。いやあのね勝負はあのね人生はね勝ち負けがついてくるから勝った方がいいですよ本当に。わかりました。じゃあ今回はダンさんこの3名で、はい、チヌ狙いということで、はい、よろしくお願いします。お願いします。それでは今回はこの3人でチヌ狙い、果たしてどんな結果となるんでしょうか。それではスタートです。翔太君どう、いる？いるはいる？います。反応してくれないですね。反応してくれない。チヌがいます。チヌがいます。今真下にいるんですけど、あんまり顔で覗き込んだらそうですね、ダメなんですよね、はい、警戒しちゃって、はい、やりやすいかな、風が反対やけど向こうがやりやすいかな。ダンさんいます、魚。魚いっぱいおりますよ。こんなチヌが。あ、そうですか。うん、じゃ結構期待できますね。期待できますよ。先釣らなね、先釣らなね、乗っ取られるけんね。25年ぶりと思えない格好ですね。そうですね、これ25年ぶりなんですけど、うん、どっから帰ってきたという絶対ハワイでやってますよ。ハワイで大型魚を釣ってますよって感じです。切れた。あ、かけたよ。外れた。かかりましたね。外れた。惜しい。もう終わっとったのに。久しぶりの釣りはどうですか、翔太さん。いや、なんかこれ底をね、こう海の底があって、これが底で、うん、ここ底です。ここ底を今剥がしたんですけど、はい、うん、あ、ちょっと当たってないな。なんか反応あります？今あった、ちょっとあった、ちょっとあった。
やっぱりいざ勝負が始まると真剣に入りますね。いやもう真剣し、もう25年ぐらい真剣戦闘とか分かんないですからね、うん、だからこれ懐かしいですね。あっ、おっしゃ、よし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 、マジで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 、来ました。おお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 よっしゃー！ 25 年ぶり。マジか。この映画だと翔太が釣ったことになっとる。まさか見たかこれを。見ました、今完全に映してたもん。見たか、見たかこれを。これやばい、これ俺撮ったぞ俺。すごい、25年ぶりに。そうそう。え、見たかこれを。しびれ、今日死ぬ。40、俺が俺の実力や、人のもん借りて。なりましたね、佐藤さん。いや、めちゃくちゃ嬉しいっすね。まさかまさかの塩田さんがいきなり釣り上げました。25年ぶりとは思えない感覚で合わせ、推定40センチのチヌをゲット。驚異の勝負力を見せつけました。これにはダンさん親子もびっくり。塩田さん先手必勝でプレッシャーをかけます。それにしてもお見事。これ言い方ですよね。これ言い方40ですよこれ。いや、もう持ってますねこれね。いやいや、ありがとうございます。これストリングあります？リリース、ストリングがリリース、リリースですね。はい、ちょっと外しますね。これはダンさんにプレッシャーを与えたよ。これちょっとサイズだけ外れますか。これ、あ、飲み込ん、あ、ここかな、飲み込んどんで釣られた。偶然通りかかった美女にも感想を聞いていいですか。どうでしたか今見られて。すごいですね。すごいですよね。はい、お散歩中でした。どうですか、実際暑い中。このサーバー邪魔じゃん。大男が釣ったの。すごい、あの声が大きくてびっくりしました。ありがとうございます。これ、いや本当に25年ぶりですからね。いや、すごいですね。当たったのを見分けられたのがありがたいね、すごいね。すぐ分かったんですか、反応。あ、なんかコツコツ2回当たったんですよ、そこでね、うん、で、あっと思って、まあもうそんなすぐ釣れると思ってなかったじゃないですか、うん、実際の話で、うん、ほんならもう見ての通りですよ。来ましたね、時代ね。来てますね。さっきのはそれも来て開始10分でしょ、あれ。はい、この方は花は持たせます。花持たすね、ダンさん。ドキドキしようね、今。え、思ってなかったでしょ、そんな展開。まさかの展開だったね。いやいやいや、先に釣られるとはほんまに思いませんでしたよ。だよね。ちょっとこれは火がつきますよ、さすがに。ね、だってもう塩田さんが釣ってからお父さん黙っちゃったもん。悔しいですもん。悔しいよね。
頑張ったよね。はい。感覚としてはどう？いやーまだ当たりそうな感覚はないね。あ、そうなんだ。はい。くそナッパ持ってるよね、翔太さんって。いやー持ってるね本気になった時一番持っとんね。そうね、やっぱ感というか、いや、なんかな懐かしいね、なんか感じがあって、あ、昔ようやってたなっていうね。無欲の勝利なんかな。いや、もう力じゃないんですか。あなたどうですか。これはいかんぞまさかね、本物すると思わんかったけんね。持ってますね、やっぱり持っとんね、やっぱり、うん、なんだかんだ、それは認めざるを得ないですね。ねもう一回釣ったらもう決定づけますね、それはね。ダンさんの名誉もあるんで、それは勘弁してください。もう抑えが出てきて、もう打たれに打たれて、もう引きずり下ろしてみたいになりますよね。で、もうそんなことはあっちゃいけないですよね。だから魚います。魚はおるけどね、うん、食いつかない感じですか。あ、投げたら逃げていくよね。あ、警戒してる。ピャーってね、さっき1回当たったんやけどね、うん、もう餌取られてしもて、うん、どうですか。当たらないです。当たらない今日さっきコツッとは一回来たんですけどね。あ、基本のことは基本ですね、はい、食われてばっかやね、こんなみたいに。食われてる。爪がこっちにはまだあったんですけど、うん、さっきコツってやった時に捕らえたね。あ、こんな感じで。なかなか釣ることができないダンさんと翔太くん、そんな中またしても塩田さんに当たりが。塩田さん、2回目持っとるな、あの人は。どうしました。50センチありました、さっきの。外れた。外れたね。切れてはないね。切れた。切れたか。切れとるわ。切れと。こっちにこう返したとき切ったよね。うん、遠目からでも強かったさ、竿のしなりが。うん、我慢しとっとよかったんか、あそこで。もうちょっとね。いや、こっちに行って引き代がなかったから反転させて弱らそうと思ったんですよ。すごいな。ここ25年ぶりじゃないですか、うん、あのやっぱりね、 DNA って覚えてる。 DNA が覚えてる。覚えてる。なんとなしに覚えてる。最初まあその底つくのもわからんかったぐらいやけど、なんかほんでね、ありがとうございます。でなんかね、こう魚もね、なんか見え出した。さっきここおるで、ここおるでってダンさん言ってもね、わからなかった。魚も見え出した。あ、じゃあ結構慣れてきてるんですね。はい。で、やっぱり覚えてますね。あ、そうなんや。うわ、ほんまに見えない。さっきのでも、塩田さんのやつ、見えた？見えました。あ、大きかった。めちゃくちゃでかいね。キビレ？いや、あの絹だったんやけどね、うん、年なし個体言うて、もう年中おる個体ないけどね、うん、なかなか食わん個体で。50センチぐらいあったね。50？ ほんまにあったね。あ、じゃあ1匹目よりでかかったんだね。でかいね、あれ。
あれちょっと品ならんね。完全に塩田さんにペースを持っていかれている王者ダンさん。さらにまた塩田さんに当たりが。カモ。そうでしょ。来ました。そうでしょ。もうだってタモっていう言葉に迷いがなかったもん。見えてる？バックド！よし！バレた！くそくそむっちゃムカつく。この喜び見ました？これ決定付けだった。くそダンさん、塩田さんがバラしてなかったらなんか魚ついとんね、彼。恐ろしいことになってましたよ、なんか。連続で釣り上げて、すごい、ほんま3匹やもんね、うん、こうなったらもう完全に番組の名前タイトル変えなあかんかったね。目に見える大きさで、なおかつ食える大きさで、なおかつ生きのいいカニを狙ってるんですよね、うんうんうん、で、刺した時に切れたね、今の。今すごい音しましたけど。でかかった。うわでかかった今の。食った瞬間ちぎれたんですか。うん、合わせた瞬間切れてしまった。開いたアホなかな、すみません。いや、あんな音します？ついですか、やっぱり。強いですか強いでしょ、あれ。バチ、なんか無知で叩いたの。そう、合わせが強すぎるちゃうかな、思ってあれ。終了です。ありがとうございます。ありました、勝ち確です。もうこれは完膚なきまでに勝者塩田名人、ありがとうございました。ありがとうございました。第4次を勝ちました。これはダンさん、これはね、ほんまによう釣ったね。ですね、2回ですよ。見ましたでしょ、でかいのも。あれ返すんじゃなかった、これも。そう、絶対腰痛なんと思いよったけん。逆の、そう逆のイメージだけど、僕はもうほんまに俺全然触ってないんやけど、竿、うん、さばきとか見てどう思いました？いける、全然いける。いけますか？これ DNA やな。DNA 残ってないでしょ。そうもう一個、さん、吉徳さんも歯医者ということで歯医者を去りましょう。勝者は誇れ、敗者はされ。勝負の掟でございます。今回はこの辺でお開きとしましょう、はい、ありがとうございました。